皆さんこんにちは。今日は2月28日。2月も最終日です。今日はダイエット企画第9弾の結果発表になります。前回半月前に測定した中間発表、驚きました。全部の数値が良くなってたから。体重は予想通り増えてましたね。体重関係、体重と BMI、 あとそんなもんか。それが悪かっただけで体重が増えちゃってたからね。それ以外は全て良くなってましたね。体脂肪率だったり皮下脂肪率、骨格筋率、全部良くなってました。プロテインってすごいですね。かなりびっくりしました。いつもと同じことをやっているのに筋トレですね。こんだけプロテインを飲んでるだけでこんだけ違うのかっていうのが実証されたと思いました。あれから残り半月、今日まで変わらず同じことやってました。どうかな、これでさらに良くなってるのかな、それとも前回のがてっぺんでまた元に戻っちゃってるかな。体重はね、増えてる自覚あります。ちょっとお腹ぽっこりしてます。やっぱり前回もお知らせしたようにプロテインを飲み始めてから食欲が増してる。前よりね、食べてる気がします。なのでね、多分体重は増えちゃってると思うんだ。ね、大河くん。今日高いね。いいお天気で。風もそんなになくて。暑くない？なんか呼吸が浅いね。ハーハーしてるの。大丈夫？大丈夫ですか？眠いの？今ね、大河くん。ロングのお散歩から帰ってきて疲れてんのね。日向ぼっこしてお昼寝するんだよね。もう眠いね、大河くんね。いいお天気でお散歩楽しかったでしょ。今日は日曜日だからね、ゆっくり遅めのスタートでゆっくりお散歩してきたんだよね、遠くまでね。ハハしてんだね。もうすぐこのエリザベスウェアともおさらばだね。頑張ったね、大河くんね。エリザベスウェア。それでは体重測定してきます。体重測定終わりました。今回の結果はじゃん。体重は 48.7kg。 中間発表の時に 48.9kg だったので 0.2 下がってる。よかった、49以上いかなくて。ちょっと安心しました。スタート時、今月初めのスタート時の体重は 48.1kg だったので、やっぱりそれでも 0.6kg 増えてはいますけどね。ここから先はスタート時との数値を比べていこうと思います。それでは詳細を見ていきます。全身の皮下脂肪率 22.2% で平均、これ 0.6% 下がってますね。骨格筋率が 26.3% で平均よりやや少なめ。こちらは上がってますね。続きまして、両腕、皮下脂肪率 37.8% で平均より多め。やっぱりダメか。でもでも、スタート時が 39.6% だったので2% 近く下がってますね。中間発表よりは増えちゃってるかな。
骨格筋率が 30.5% で平均よりやや少なめ。でもスタート時が 29.9% だったので上がってます。続きまして、体幹、皮下脂肪率が 18.4% で平均より多め。やっぱりこれ多めなんですね。だけどスタート時は 19.3% だったので下がってます。骨格筋率が 21.4% で平均より少なめ。スタート時が 20.9% なので 0.5% 増えてますね。続きまして、両足、皮下脂肪率が 32.3% で平均よりやや多め。こちらもスタート時は 33.4% だったので 1% 以上下がってますね。良くなってる。骨格筋率が 37.9% で少ない。これ中間発表では少なめまでいったんじゃなかったっけな。ちょっと後で比べてみます。スタート時は 36.8% だったので 1% 以上骨格筋率増えてるので、まあまあよしよし。スタートに比べたら全体的に維持できてますね。スタート時、今月初めの一番最初にプロテインを飲む前に測った時よりは全て数値良くなってます。中間発表から比べると多少戻っちゃったりはしてるかな。だけどまあ維持してるっていう意味では良い良いっていう感じじゃないかな。それでは続きまして、体脂肪計を見ていきますね。体脂肪率 26.8%、 こちらも維持してます。スタート時の体脂肪率が 28.2% だったので下がってますね。よかった。続きまして、体年齢34歳、これは変わらず。体重が増えてるからかな。 BMI が 20.0、基礎代謝1106。基礎代謝増えてますね。あ、体重が増えたからか。筋肉量も増えたから、そういうことだね。内臓脂肪レベル 3.0 いっちゃった。これやばい。 2.5 で来てたのに。この間の体重、中間発表の体重 48.9 の時も内臓脂肪レベル 2.5 だったのに、最後の最後でちょっとよろしくないですね。 3.0。 内臓脂肪ってことは食べ物かな。いっぱい食べてるもんな。脂っこいものとか、最近お菓子とか、夜寝る前お菓子必ず食べてるもんな。ちょっと内臓脂肪レベル気にしないとですね。そんな結果になりました。プロテインの効果は今回かなり実証できましたね。こんなにあるとは思わなかったのでびっくりです。ちょっと周りのみんなにもプロテインすごいよっていうこと言ってみようと思います。今回のダイエット企画第9弾の結果はこのようになりましたが、プロテイン実はまだ残っていて、なので今日の夜、明日からもまた続けて終わるまで飲んじゃおうかなと思ってます。で、明日からはついに記念すべきダイエット企画第10弾に入ります。今度は運動系ですね。また何をするかは後日動画で発表しようと思います。それでは今回のダイエット企画第9弾の結果発表は以上になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。